さにちょっと経済局で、じゃあね、角度にこっちが見ていただいて、どうぞよろしくお願いいたします。福岡市長高島でございます。本当に今をときめくですね、素晴らしいみんなの憧れのベンチャーの皆さん、ラブコールを、送っていたわけですが、この素晴らしいバレンタインデーに、お答えをいただいてですね、今日は皆さんと一緒に発表ができること、大変、嬉しく思っています。福岡はご承知の通り、今スタートアップはものすごく力を入れています。スタートアップ都市宣言をしてですね、それ以降いろいろなスタートアップ政策に取り組んできて、またスタートアップの特区という形でいろんな新しいビジネスをしようというときに、規制緩和ないしは施策での後押しということをしているわけですけれども、特に今回この4つの素晴らしいベンチャーの皆さんが同時に福岡オフィスを開設するというインパクト、これは福岡市として進めてきているこのスタートアップに関する施策、こうしたもの、また福岡のスタートアップの熱というものを全国に力強く発信できる機会だと思って、大変ここは感謝をしているわけであります。で、今日はこう新しくいらっしゃる皆さんもそうですし、また今日は東京からのメディアの方もお越しいただいているということですので、私の方から簡単にですね、福岡市ってちなみにどんな街と、これら4社が同時に、オフィスを作るというまでの気持ちにさせた街とはどんな街なのかというところをですね、簡単にプレゼンしたいというふうに思います。でまず人口でいくとですね、毎年1万5千人ずつ増えています。人口増加率は東京抜いて日本で1番となっております。そして税収伸び率、これも、過去最高になっていますね。3年連続最高最高最高というふうになっております。税収伸び率もですね、非常にいい、半分以下だったんですけれども、今はもう1位1位というような形で、絶好調に伸びております。また住みやすさ、市民の皆さんにこれはお伺いをいたしました。 95.8% の市民が住みやすいというふうにお答えをいただいております。で、これは何も自分たちだけで思っているだけではなくて、イギリスの雑誌モノクル、この指標はとても面白くて、例えば自分の家から自宅から例えば本屋さんまでの距離とか、もしくはマックの値段みたいな、要するに住んでる人目線で住みやすいかどうかっていう独自の指標を持って非常に参考にしているわけですが、これでも今年はなんと7位、全国で7番、じゃあ世界で7番目に住みやすい都市というご評価いただいております。福岡市が目指すのは人と環境と都市活力の調和が取れたアジアのリーダー都市であります。本気でですね、アジアで一番の街を目指そうというふうに思っています。単に経済規模がでかいだけとかいうことではなくて、もう暮らしている人の目線で見て一番暮らしやすい、仕事がある、リフレッシュもできる、でもグローバルにチャレンジできるというような、そういう街を目指しています。で、基本戦略としては都市を成長させてですね、で今日実は1年に1回の予算発表が今まさにあってきたばかりなんですけれども、街をとにかく成長させて税収を上げて生活の質に回していこうという好循環を作っています。で、成長戦略は短期中期長期で分かれているわけですが、短期的には交流人口増ですね。で、交流人口でいきますと、実はコンベンション開催件数は全国1位です。東京除きますよ、東京は首都ですから除きますが、除くと全国で1番ですね。開催件数はぐんぐん伸びているという状況で363回ですね。確か去年の指標だったかな、去年がね1年間で伸びたのが、忘れたんで次に行きます。クルーズ船もですね、今日本で一番来てます。日本で一番来て横浜を抜いて1位になったんですけれども、328回クルーズ船が来ているということで、11万円近い1人平均でお金使ってくれますので、これ相当な、ね、ここにマーケットが、ございます。で、さらに予約回数っていうのは2年後ぐらいを大体取っていくんですけれども、めちゃくちゃ来てます。また入り込み観光客数もこのように、ものすごいやっぱり勢いで増えているということですね。中期的な成長戦略、知識創造型産業の振興ということは、まさにこういった今日お越しいただいているような皆さんにまさに関係するところなんですけれども、福岡市として、このように企業誘致をですね、福岡市として行った、そうした誘致企業数のうちおよそ 55% は知識創造型産業にが占めています。で、実際福岡市内にはどういう企業があるのかっていうところにも、いろいろと一部を載せているわけですけれどもね、レベル5はゲームの中ではもう、もちろんですけれども、こういった皆さんがいらっしゃるということです。で、長期的には支店経済からの脱却です。で、支店経済から脱却するために通常はこういった本社機能を誘致するっていうことを大体するわけですよね。で、
ただまあ正直それは本社が東京が移転するということは医療環境とか教育環境とか美術館の収蔵料とかいろんなもの全部が変わってくるわけですよね。だからもちろん本社機能誘致も頑張るんだけど、それだけじゃなくて福岡市が取っているのはスタートアップ、ここで会社を生んでいこうっていうことなんですね。スタートアップカフェっていうものもできました。スタートアップビザというものを福岡市は作れますので、こうしたものでどんどん海外からもチャレンジャーがやってくる、最初からグローバルっていうものをまさに体現する街として、またスタートアップ法人減税という特区の中で減税も勝ち取りましたので、まあ、所得控除なんですけれども、それにさらに福岡市独自で条例を作って、その先進的な分野ですね、これに当てはまれば市税の方もなくすということですから、両方合わせれば 22% までなるということで、これは海外と比べてもですね、競争力のある数字だというふうに思っています。で、スタートアップ開業率ですね、7.04% ということで、3年連続政令市の中で1番になっています。で、ちなみに若い人の割合でいくとも圧倒的福岡ですね、25歳から34歳のスタートアップ開業率でいくともうダントツ、2位の相模原 8.7 ですから 12.3%、 福岡は圧倒的に非常に若い人のスタートアップが多いということです。で、福岡市のネクストですね、福岡ネクスト、福岡を次のステージへということで、さまざまな分野で福岡市はチャレンジをしております。まあ、例えば交流人口等の関係でいきますとね、今クルーズ船たくさん来てるって言いましたよね。もうでもね、大型が止められないんですね。やむを得ずここではなくって、物流の方に止めてるっていう状況があります。そこで今クルーズが止まっているところです。岸壁を延伸をしているんですね。2隻同時着岸ができるように、そして世界最大級のクルーズシップが止まれるように今整備中です。それからそれだけではなくって、この一帯がですね、さっき言ったマイス、コンサート、国際会議、展示会、こうしたものが要するに東京を除けばもう全国一ですから、でこれがもうね、いっぱいいっぱいなんですね。まあ、8割9割レベルで埋まっているので、全然足りない、つまり需要があるのに供給力がない状況になってますので、ここ一帯をですね、日本で初めて、要するに港のコンセッション、今空港のコンセッションの話でよく聞くんですが、港のコンセッションを初めてやって、ここで商業施設、それからターミナルの機能、それからホール、展示場、こうしたものを、まあ、一括して、整備をしていこう、まあ、こういうプロジェクトを進めております。それから当然空港もですね、もういっぱいいっぱい、一本の滑走路ではもう最も混雑をしている空港でありますので、今滑走路もう一本作っています。多分福岡が来るときに空港が工事中だなと思ったかと思うんですが、そういうセットバックしたりとかいうので今もう一本滑走路を作っているところです。知識創造型産業の振興と視点経済からの脱却の点でいきますとね、まず天神地区、これから10年間で30棟のビルを一気に生まれ変わらせようという天神ビッグバンというプロジェクトが今動いています。先日その第1号が発表されたんですが、要するに航空法の高さ規制の緩和という特区の規制緩和を使ったんですね。それだけではなくて、福岡市独自の規制緩和施策を加えてですね、10年間で30棟建て替えを、建設投資2900億円、経済波及8500億円というプロジェクトが動き出しています。それから、福岡スマートイーストというプロジェクトがあります。アイランドシティ並びに九州大学箱崎跡地なんですが、大学が九州大学がですね、いくつかのキャンパスあるものを1箇所にまとまるという、そういう動きをしています。そんな中で空港にも近い3つの駅に囲まれている都市高速道路も近い、港空港近いで、そういったところになんと50ヘクタールという土地が空くわけですね。で、一棟一棟建て替えるんだったらどこの地域でもあるし東京でもあるんですね。ただこの50ヘクタール、これだけ可能性がある場所が一気に開くっていうのはものすごいチャンスだというふうに捉えています。で、これから要するに世界を取っていくためのその IoT とか、要するに、モビリティ、セキュリティ、セーフティ、いろんなそのイノベーションをここでそのレイヤーを重ねる形で最先端の、例えば自動運転だったら、自動運転で安全に走行するためには当然車のセンサーというところも大事でしょうけれども、さらに例えばインフラとの対話、例えば道路にはどういうセンサーを埋め込んでおけばより安全の確からしさが高まるのか、信号はどういう信号であればいいのか、車線はどう作ればいいのかとか、
これからの要するに作るシェアリングエコノミーを例えば町に最初から入れるっていうのを前提にした町づくりがどういう工夫がいるのかとか、こういうものを最初からもう想定をしたですね、町づくりイノベーションプラットフォームっていうものの中でこうしたものを要するにこの町全体の基準を決めて、それに従った形でこれから町づくりをしていくということで、間違いなくここは世界最先端の町になっていくというふうに思うし、また特にスタートアップの皆さんの持つそのテクノロジーとか技術とかビジネスモデルっていうのはですね、こういうところでまさに生かされるというふうに思っております。そして特に、一番近いところでいくと、今福岡で一番熱い話題はですね、旧大名小学校というところの跡地を巡る話なんですね。この、天神のど真ん中中のど真ん中にあるこの小学校を生かして、ここに福岡市内にあるインキュベートを全て大集合させて、でさらにスタートアップカフェもここの中に移ってきて、そして福岡市の、例えば FDC とかですね、こういうような民間と大企業とか、も含めたこういった企業と官学産官学がを、マッチングするというような機能もここに入れてですね、まさにスタートアップエコシステムの見える化、そして福岡にどんな投資できるような企業がいるのかというところの見える化、こうした可視化をですね、旧大名小学校というところを使ってやりますので、さらに福岡のスタートアップシーンがこれから熱々になることはもう間違いないというふうに思います。ということで、多分これで終わりと思うんですけれども、今日ここでは言い切れないほどたくさんの話がまだまだ福岡にはあります。ちなみに先ほど予算の発表会見をしてきたわけですけれども、新年度ではですね、福岡地域ほぼ全域をカバーするローラワンのネットワークを張り巡らせます。ですからこれから IoT に関するいろんな事業をやりたいというスタートアップの皆さんは、まさに福岡市内ほぼ全域をカバーする、こうした多分日本でも最大エリアになろうかと、間違いないと思いますので、例えば見守りだとか、いろんなセンサー等を使ってですね、観光に使ってもいいし、そういうような社会実装としてそれぞれが作った IoT を社会実装で実際にビジネスにしてみようという皆さんには、さらに福岡というところが魅力的な街になっていくだろうというふうに思います。ということで、話し出すと止まらないのでこの辺にしておきますが、何しろ皆さんが来ていただいたおかげでですね、さらに、福岡を中心にして、また福岡だけじゃなくて多分こういったインパクトは九州全体にもあると思いますし、またここで新しい化学反応というのがどんどん生まれてくることを期待をすると同時に、皆さんを心から大歓迎したいと思います。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございました。実は本日高島市長から素敵なプレゼントを頂戴しております。実はですね、今散々こんなお話をしたんですが、実はですね、ちょっとこの出来には入れようかって感じなんですけどね、これだけ言ってた福岡市なんですが、実は特徴はコンパクトシティで、これはもう50年以上前からデザインをされた街なんですね。つまり都市の機能、空港駅港は半径 2.5 キロ圏内に全部機能を集約して、都市を真ん中にギュッと集めて、でちょっと行ったらすぐ自然があるっていうのが福岡のすごい魅力なんですね。そうした中で福岡県というのは実はお花、切り花の出荷量でいくと実は全国で3位なんです。でその中でも福岡市というのは実はバラの生産でいくとドンと1位なんですね。ですからそんな中で、今日はバレンタインデーで、フラワーバレンタインといいましてね、女性から男性にチョコを送るのも素敵なんですが、それだけではなくて男性から女性へ、ないしは愛しい人とかいろんな人へそのお花を贈ろうという、私は大使をやっている、アンバサダーをやっておりましてということで、今日お越しの皆さんには福岡の特産の丹精込めて作ったバラをプレゼントさせていただきたいというふうに思います。はい、じゃあ